今聞いてきました。そこにいる人のなんか受付みたいな女性の方がいらっしゃったので聞きました。この建物何なんですかって言ったんだら、シティホールって言いました。市役所ですよねこれ。ブリュッセル市役所ですねこれ。あ、シティホールなんだ。へえ。なんとか大聖堂だと思った。明らかに市役所だって。すげえマジで。すげえ切れてる。あ、すげえなこれ。これマジですげえ。寝てるよこの人。すげえ寝てるわ。自由なんだ。でもこの日本でね、あんまり地面に座ったりするのはね、そのなんていう。日本人にそういう文化がないから、なんか。ただ格好だけ外国人の真似してるみたいな感じで、なんか変に逆にちょっとダサい時がありますけど、自然にというかそういう文化のある国で自然にやってるんだったもんだよね。あーちょっとこれほら石畳。すげーいいよマジ。すげーいい。シティホールだってシティホール。こんなのあるの？市役所だってこれ。はあ。すげえぜ。うわ、見てこれ。プライベートバンキングって書いてある。ATM とかもあるかもしれないですね。そしたら。座ってなんか考えてみようかな。しばらくどっかでちょっと一旦消しますね。これすっげーぜマジで。考えられない。ちょっとここでなんか飲もうかな。ビール飲むかな。ビールだったら1本だけだな。小さいやつよし。よし、ちょっと切りますね。消します。